でも何だと思いますかこれ。そう、一応ね、このラベルがね、貼ってあったんですけど、一応ネイダーと剥がしました。イグジット兼近よりって書いてあった。知らない方のために説明すると、はい、一応僕、兼近友達ということ。24時間テレビもちゃんと僕家で応援してましたから、そんな兼近からですね、謎の袋が届いたっていう感じですね。はい、あ、わかった。柔らかいんですよ。もしかしたら、24時間テレビの服、開けますよ。今からこの兼近のプレゼントを開封していく。はい、プレゼントかどうかもわかんない。大量のゴキブリかもしらんから、ね。ASMR 配信じゃないんですよ。はい。まずお手紙が入ってます。お手紙がちゃんと入ってましてですね。はいはいはい、こう写していいのか分かんないから、ちょっと読むね、そのままに。はいはいはい。小焼き Vlog 様へ。いつも静香ちゃんを楽しみに見て、EXIT がプロデュースする EXIT。ブランドね、はデビューから2周年を迎えることができました。これも一人に皆様のお力添えってのこととスタッフ一同感謝申し上げます。つきましてはイグジー×ワンピースコラボ商品を送らせていただきます、2022年9月吉日イグジットリンタロー兼近で、そのワンピースコラボのイグジーの商品がむちゃくちゃ入って、そういえば俺サイズ聞かれたわ。だから24時間テレビの T シャツかなっていうのが予想できたんやけど、すごいな。ちゃんと来てる。イグジーのね、はい、愛だけがルフィになってる。ほら、見て、みんな。海賊弁当書いてある。このいいところは、ちゃんと兼近がデザインを監修してんだよね。それが好き。いいな。これなんだろうな。ちょっと、あれなんか違和感あんな。あれなんか、膨らんでない？なんか。え？あれ？何これ？ワンピの実入ってる。何これ？何？なんでワンピの実入ってんのこれ。え？どういうこと？ワンピの実はね、カネチ関係ないもんね。どうしよう。中身ごっついレアなもんやったら。何ルフィがね、入ってるんですよ。なんか入っとん。ちゃんと本人直筆そうですね。サインがね、サインが書いてあるんですけど、はいはい、裏にちゃんと手紙を書いてあるんですよ。親の字みたいなこれ。ちょっと待って。このルフィ、やばいよ。この説明の。普通のルフィやん、これ。ちょっと。読むよ。ラフテル、かっこ、小田栄一郎の家から奪って、ゴムゴムの実らしき物を近海の地、小焼きの家に導く。チャラボーイ。ほんまでっか TV の、すごくない？小田先生ちゃったやつ。これはすごいね。びっくりした。クッション材やん、これもう。緊張してきた、急に。もう入ってへんよね。お。いやぁ。じゃ、これ、小田先生も触ったでしょ。やばー。え、服だけじゃなくて。いや、やばー。言葉で、いや、これはすごいよ。僕らも中身を知らないでやってるから、はい、すごいサプライズよね。せっかくやから、次の小屋ちゃんの撮影日。次の小屋ちゃんの撮影日は多分月曜日のジャンプとかかな。その時に解禁するということです。兼近さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。